ジャイイコールエイコールムハンマドは、パキスタンのイスラム主義組織。パキスタンのアザドカシミールを拠点とするイスラーム過激派。カシミール地方のインドからの分離を目指し、ジャンムーカシミール州を中心にテロ活動をしており、カシミール地方では最も過激な組織とされる。2002年に、パキスタンのパルベーズムシャラフ政権は、ジェムを非合法組織に指定した。 ジャイイコールエイコールムハンマドとは、ムハンマドの軍隊という意味である。1968年に、パキスタンのバハーワルプールに生まれた、マウラナ・マスード・アズファールは、カラチで、イスラム原理主義組織、ハラカトールイコールアンサールに加入し、その幹部となると、ケニアやソマリアなど各地に派遣され、ソマリアのイスラーム過激派、アルイテハド・アルイスラミーヤやアルカアイダと関係を、築いた。 1994年、アズハールは、不和を構成していた二つの派である、ハラカトウルジハードアルイコールイスラミーと、ハラカトウルムジャヒディンの対立を仲裁しに、シュリーナガルに入ったところを、インドチアン当局に逮捕された。富士は、ソビエト連邦軍のアフガニスタン侵攻に対抗して1984年に、パキスタンで最初に結成された、イスラム原理主義組織で、 ハムは1989年にサイードアフガニをリーダーに生まれたカシミールの武装組織である。富士、ハムともにターリバーンとの密接な関係がある。1999年12月、カトマンズ発デリー行きのインド航空814便がハムによってハイジャックされた。機体はターリバーン統治下のカンダハールに着陸させられた。乗客の解放と交換でアズハールは インド政府から釈放され、直ちにハムのメンバーを集めて、より過激なジャイイコールエイコールムハンマドを誕生させた。ハムの創設者であった、サイードアフガニもジェムのナンバー2となった。ジェム創設以降、ハムは大きな活動を行っていない。一方、富士は、軍統合情報局の支援を受けて、インド国内、バングラデシュ国内で活発なテロを起こしている。 ジェムは2001年12月13日、ラシカレとイバとの共同作戦で、インド国会議事堂を襲撃した。その後もアメリカ人の誘拐などを繰り広げている。2016年1月、パタンコート空軍基地を襲撃し、銃撃戦によって治安部隊に犠牲者が出た。同年9月には、ウリにあるインド陸軍の宿営地を襲撃し、19人の兵士を死亡させた。 インドのジャンムーカシミール州の国道を走行中だった治安部隊を標的として自爆テロを起こした。インド政府はテロに対する報復としてバラコット空爆を実行。この空爆はパキスタン領内で行われたため両国間の関係悪化へと発展した。ワトソン、ポールシドハータバルはサマリアン、リンクシーン 2AL 会談。 LA Times オリジナルの2002年2月25日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 2 2 5 2 2 5 9 1 7 h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.latimes.com スラッシュニューススラッシュ nationworld スラッシュワールドスラッシュ la-02202hawk.story2009 年1月7日閲覧インド空軍基地でテロイスラム過激組織インパ関係改善妨害か https://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ160102スラッシュ wr1601020020-n1.html2019 年8月20日閲覧インド軍宿営地襲撃され、兵士17人死亡化シミール州。 h t t p s m a i n i r c h i j p a r t i c l e s 2 <S 1> 0 1 6 0 9 1 9 k 0 0 0 0 m 0 3 0 0 7 3 0 0 0 c 2 0 1 9年8月20日閲覧。カシミールで自爆テロ、治安部隊の44人死亡。読売新聞。https。 www. 読売 COJP ワールド2019215イト1 t 5万2 8 2 0 1 9年8月22日閲覧インドがパキスタイ空爆カシミール自爆テロに報復化 https www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ41762570 Watt QA220C1FF80002019 年8月22日閲覧ありがとうございます。